こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は毎月1日と15日に更新してホットな話題をお届けしている生駒市の広報番組です。今回はレスリング競技オリンピック種目残留記念イベント、オリンピックを55倍楽しく見る方法の話題と、生駒ふるさとミュージアムオープンの話題をお送りします。そして生駒テクテクウォークでは、生駒市観光ボランティアガイドの会の皆さんと一緒に歩きながら高山城址をはじめとした高山コースをご紹介します。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。1月25日手塚山大学東生駒キャンパスでレスリング競技オリンピック種目残留記念イベント、オリンピックを55倍楽しく見る方法が開催され、子どもたちを中心におよそ100人が参加しました。2020年に開催される東京オリンピックで残留が決まったレスリング競技を盛り上げ、より詳しく知ってもらえればと開催された今回のイベント、手塚山大学レスリング部現役選手によるルール解説も兼ねたデモンストレーションでは、選手たちの迫力ある動きに大きな拍手が起きました。レスリングの新しいルールは3分間2ピリオドで戦い、決めた技の合計ポイントを競います。相手の後ろを取ればポイントが加算、相手を場外に押し出したらポイントが加算といったように、見た目に分かりやすくなっています。そしてマット運動や全身を動かす運動、サーキットトレーニング、レスリングの基本の技、タックルなどを子どもたちが体験。相手に力いっぱいぶつかっていき、技を繰り出すごとに子どもたちは大きな歓声を上げていました。デモンストレーションを行った選手の方は、日本のお家芸ともいえるレスリング競技をもっと多くの人に知ってもらい、どんどん盛り上げていきたいと話されていました。では続いての話題です。2月1日国の登録有形文化財、旧生駒町役場庁舎を改装した資料館生駒ふるさとミュージアムがオープンしました。生駒市の文化財を保存・公開し、市民の郷土学習の場として活用します。建築当時から残る天井や梁など内装を生かした常設展示室には、竹林寺古墳から出土した土器片や、江戸時代に農民たちが一揆を起こした際に書かれた笠形連判状など、生駒にまつわる貴重な品々が展示されています。議員控室を改装した企画展示室では、季節ごとに変わる企画展示が行われ、このほか生駒の貴重な郷土資料を豊富に揃えた郷土情報室や資料閲覧室も整備されています。また土笛作りや勾玉作りが体験できます。この日はオープンを記念して、来場者に江戸時代から食べられてきたほうじ茶を使った茶がゆ、茶がいが振る舞われました。